ガウェイン教と緑の騎士ガウェインはアーサー王物語に登場する伝説上の人物。フランス語名はゴーバ番。円卓の騎士の一人でアーサー王の意にあたる。大国王ロトとアーサーのイフアネモルゴースの子。弟にガヘリス、ガレス、アグラベイン、イフテイに、モルドレットがおり、息子にはフローレンス教、ロベル教、ガングラン教がいる。初期の伝説によれば、 アーサー・王の甥いとして、最も優秀な騎士として活躍した。朝から正午までは、力が3倍になるという特性を持つという、強情で有毛化勧誘への失敗も少なくないが、そればかりでなく、アーサー・王の片腕として、分別を働かせることもある。ガウェイン教と緑の騎士、ガウェインの結婚など、逸話が多い。ガラティーンという名の剣を愛用していたとされる。 この件は、アーサー・王のエクスカリバーの姉妹件とも言われているが、劇中での出番は、ほとんどなく、資料も乏しいため形状や性能、入手経路など不明な点が多い。もともと、ケルト人社会においては王に、子供がない場合は、王の姉妹の子が後継者となる風習があったため、フランス風の騎士物語の影響を受ける、以前のガーウェイン教の地位はかなり高いものであった。 ブルターニュの伝承によれば、アーサー王が最後まで生き残ったガウェイン教に前上するというエピソードがある。ただし、ランスロット教の地位が高いフランス版、あるいはその影響を受けたマロリー版での扱いは相当悪い。大抵、ランスロット教やトリスタン教の引き立て役として敵に負けるシーンが相当目立つ。また、性格描写にしても復讐心が強く。 父のあだの息子にあたるラモラック教を闇討ちにするシーンなどがある。アーサー・王伝説においては、K、ベディビアラと共に最古んの一人である。その起源は、ウェールズの英雄とされ、キルフとウェインに登場するグワルフマイと同一人物とされるのが一般的である。このグワクマイを和訳すれば、5月の高という意味になる。5月は、 ケルト社会において、夏の始まりを意味するものであり、ガウェインが太陽神を起源としていることを示すものになっている。ただ、ルーウミスはこの説に反対しており、ガウェインの起源はグワルフマイでなく、マビのギオンに登場するグールバン・グワルト・アブウであるとしている。ちなみに、ルーウミスの説を取れば、名前の由来は、雨の神、あるいは、金髪となる。また、 ガウェイン教と緑の騎士の物語が、空風林の首切りゲームの伝説と類似することから、ガウェインの起源は北イングランドであり、空風林と起源を同じくするという説もある。そうでなくても、途中で空風林の伝承がガウェインと統合された可能性も高い。ジェフリー・オブ・モンマスのブリタニア列王氏においても重要な人物であった。この書物の中でガウェインは、 アーサー王の意にして優秀な武将として活躍。経歴としては、ロット王とアンナの息子であり、12歳の時にローマ教皇スピルキウスの故障として派遣され、そこで騎士の釈意を得たとされている。戦場では決着こそつかなかったものの、ローマ皇帝ルキウスと一騎打ちを演じるなどの活躍をするものの、弟のモドレグスのクーデター鎮圧の戦いにおいて戦死してしまった。 後の作品では、ガウェインが少年時代をローマで過ごしたというモンマスの設定を受け継いだものが数作ある。例えば、中世ラテン語で書かれた騎士道物語、アーサーの老い、ガウェインの成長期は、ガウェインの誕生、少年時代と初期の冒険を描いている。ここでは、ガウェインは自分の名前と蘇生を知らず、ローマで育ち、やがて街頭の騎士として、 ペルシアと戦うなどの活躍をしている。以降の作品でガウェインを登場させているものはガウェインを人望のある人物として描いている。クレティアンド・トロアの物語ではガウェインは騎士道の勘として発展途上の主人公との対象する存在として描かれている。未完成に終わったパーシバルまたは聖杯の騎士などがその典型である。しかし精神性よりも 礼儀作法や騎士道を重視するガウェインよりもクレティアンの描く主人公たちは道徳的に優れていることを示すのが普通である。イングランド、スコットランドにおいてガウェインは優れた騎士としての姿で描かれている。ガウェイン教は数々の物語で大きく扱われた。ただ、ガウェイン教の評価はフランスの物語がブリテンの騎士を否定的に描いたことにより、 やや傷つけられてはいる。それでも中英語の物語においてガウェインは最高の英雄であり、ガウェイン教と緑の騎士では非常に優れた人格を持ちながら人間としての弱さを持つ人物として描かれている。また、ガウェイン教とラグネルの結婚では彼の美徳が醜い姿に変えられていた女性を呪いから解放している。さらに、アーザーのターンワザリング冒険では 実質主人公として活躍している。しかし、これらの肯定的に描かれたガウェイン教の姿はトマス・マロリーのアーサー・王の詩によって終わりを告げる。この物語は主にフランスで発達したアーサー・王物語をイギリスに逆輸入したものであるが、ガウェイン教はかなり否定的な人物に描かれてしまっているのである。そこでは、ガウェインは女性関係にだらしなく、 また復讐心が強い人物であり、ランスロットを憎む、あまりに、ログレス王国が崩壊したかのように描かれている。ただ、マロリーの筆は、相当にランスロットをひいしており、息子のロベル、フローレンス、ガングラン、および弟のアグラベインを殺されてなお、シフにより公的利益を優先し、ランスロットとの戦いを避けている。点、復讐心が人並み以上に強いわけではない。それでも、 さらに、ランスロット教に、非武装だった弟のガヘリス、ガレスを殺害され、親類演者のほとんど全員を失ったことで、ランスロットとの対決を選んだ。このマロリー版が有名になってしまったため、中世以降の英語での文献は、ガウェイン教を否定的な人物として描くようになってしまった。それでもなお、ガウェインを肯定的に描いた作品も少なくはない。例えば、 ジリアン・ブラッド賞は5月の高という小説などを発表している。ガウェイン卿とラグネルの結婚は15世紀後半に成立したと見られる中英語の物語。中世に流行した嫌でたまらない女をテーマにしている。主人公が醜い女性とキス、あるいは結婚させられるのをテーマとしている。同じテーマを扱ったもので作品としてカンタベリー物語に収録されている。 バースの女房の話などが存在する。アーサー・王のの元に若い女が駆け込んできた。心のねじれた騎士が彼女の愛人を捕虜にして土地を奪ってしまったという。その騎士の城に入ると、アーサー・王の手足の力が抜け、大きい声を出そうにも腹に力が入らない。そこに大きな体の騎士が現れ、ひとまず返してやる。第一に、今年の暮れまでに戻ってくること。 第二に、世の中の婦人たちが一番望むものは何か、という質問の答えを持ち帰ってくること。その二つの約束を破ったなら、降参の印として、君の国を渡すのだ、とアーサー・王に告げる。その約束をしたアーサー・王は、城の外に出ることができた。王は城や町、村の者に、その質問をしたが、どの答えもありふれていって信用できなかった。 とうとう12月の半ばを過ぎた。その日、アーサー・王は馬に乗って考えているうちに森に入ってしまった。ふと気づくと、この間に真っ赤な服を着た女がいた。女の顔は二目と見られないほど醜かった。女は王に、あなたがかけられている謎を解くには、今が一番良い時なのだ、と話しかける。アーサー・王は彼女の夫に美しく、 礼儀をよくわきまえた騎士を探すことを約束して、女から答えを聞く。年の暮れのある日に、あの城を訪ねて行った王は、聞き集めてきた答えの最後に、女から聞いた答えである。自分の意思を持つことと答える。王に正解された騎士は、それは、自分の妹だ。いつか仕返しをしてやる。と悔しがる。今度は、あの女の夫を探さなければならない。アーサー王は、 出迎えたガウェインに森の女の話をした。ガウェインは自分が結婚すると言い,い、アーサー・オーもガウェインの態度を見てしぶしぶ承知する。何日か後に結婚式は行われた。二人きりになってさすがのガウェインもすっかり嫌になる。ありのままあなたは年上で顔が醜くおまけに上品でないのが嫌なのです。と話すが妻は機嫌を悪くしないばかりか。 立派な答えを返す。念を取っているということは、若い人よりも考えが深いのです。醜い顔だから、あなたは私を他人に奪われる心配がないでしょう。また、常盆影盆下は、生まれつきで決まるわけではありません。感心したガウェインがふと妻を見ると、彼女の顔は美しくなっていた。妻は、悪い魔法使いのために呪いをかけられていたのだ、と話す。 二つのうちの一つ、つまり若くて優れた騎士を夫にしなければいけないという呪いが解けたところで、妻は昼美しく夜見にくくなるか、昼見にくく夜美しくなるか、どちらが良いかとガウェインに切り出す。ガウェインは、美しい顔を自分だけ眺めていられる方が良いから夜美しく、なるのが良い、というが、妻は昼は大勢の人に見られるから、昼に美しくする方が嬉しいと反対する。 考え込んだがアウェインは自分の考えを取り消すと静かに口を聞いた。すると妻の思い通りに行ったので二つ目の呪いも解けた。妻はついたち中美しい顔でいられるのだ。それと同時にその兄、つまり霊の心のねじれた騎士の呪いも解けた。兄弟ともに悪魔の呪いに巻き込まれていたのだ。その騎士も男らしい心の広い騎士に戻ったのだった。 モンマスのブリタニア列王氏では、モードレッドの起こした反乱軍との戦いで死亡している。特に誰と戦って死んだ、などの記述は見当たらず、簡潔にガウェインの死が記されているにとどまる。また、ランスロット教の存在しないブリタニア列王氏では、以下のランスロット教との戦いで重傷を負っていたなどのエピソードは全く存在しない。アーサー王の死では、 アーサー王に造反したランスロット教徒の戦争で、ランスロット教徒の生き打ちでの決闘を演じる。ガウェインは午前中3倍の力で圧倒しようとするが、これを承知しているランスロットは、防戦に専念して、時間を稼ぐ。正午となって、力が切れたところで、ランスロットが反撃に転じる。頭を一撃されたガウェインは、倒れ、戦闘不能となるが、なおも、 ランスロットを罵倒してやまない。ランスロットは戦えるようになればまた相手すると言い残して立ち去る。ガウェインは馬に乗れるまで回復すると再びランスロットに挑み、またしても重傷を負う。この頃、ルスを託されていたモルドレッドが反乱を起こし、アーサー王はランスロットの城の方位を解いて、モルドレッドの軍との戦いに向かう。ガウェインは 傷から回復しないままドーバーの戦いにさ、アーサー王の腕に抱かれたガウェインは、自分の強情がモルドレッドの反乱を引き起こしたことを反省し、ランスロットへの謝罪と援軍を要請する手紙を書き残して生き耐えた。ブルターニュはフランスであるが、サクソン人にブリテン島を追われたケルト人が入植した土地であるため、ケルト色がかなり強い。ありがとうございます。